はい、どうもタンタンです。カニレア続々入荷中でございます。こちらはロングネックですね。珍しく K1 の SS ですから、ソプラノのロングネックですね。はい、こんな感じで、まあこれはねスタンダードグレードの材料なんですけれども、まあかなり綺麗な木目じゃないかなと思いますね。こういった感じで、全体にこうバリッとカーリーが入ってるっていうほどではないんですけれども、こう木目の雰囲気とかっていうのは非常に綺麗な色合いとかもね、綺麗な感じじゃないかなと思います。はい、でこちらの個体に関しては、これは18年までの、今年の前半までかのブレーシングパターンのタイプの一本ですね。非常に伸びやかで、ツヤのある感じの音色ですね。でロングネックなので、まあ、コンサートスケールがちょっと長いですから、なんていうの、音の張りっていうのかな、それもやっぱりソプラノのね、こうちょっと柔らかめの雰囲気よりは、まあ、明らかにちょっと芯のしっかりとした音が出るかなと思いますんで、ボディがねコンサートサイズになると、まあ、ちょっと大きくなったりするんですけども、その辺がちょっとボディサイズが気になるななんていう方で、このスケール、こうフレット感のね感じとかっていうのが好きな方は、こういったロングネックなんかを選んで一度弾いてみるとね、実際に持ってみるとこうしっくりくるとか来ないとかっていうのがよくわかると思うので、そのあたりぜひ一度抱えてみていただきたい一本かなと思います。非常にパリッとクリアな音のする一本じゃないかなと思います。カニレアのウクレレもね、今かなりいろんなモデル店頭にございます。ぜひねいろいろと試していただければ、カニレアモデルにもよりますけど、今だったらこの2018年版と2019年版、新しい最新のブレーシングのパターンと両方試せるモデルなんかもありますので、そのあたりぜひね聞き比べていただいて、まあ、どちらの方が好みに合うのかっていうのをぜひね見て探していただければなと思っております。ということで、こちらはカニレアのですね K1SS ですね、ソプラノロングネックの、K1 ですから今一番シンプルなタイプのモデルとなっております。はい、ぜひお早めにお問い合わせいただければと思います。それではタンタンでした。